大瀬仁太郎から1944年5月29日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育学者、文学博士、郷は近所近代日本における体系的な教育学の受立者、西洋教育史学の開拓者として評価されている。石川県金沢市生まれ、加賀藩氏族、大瀬直春の子。状況後、進む文学者。 東京大学予備門を経て、帝国大学文科大学哲学科に入学。文科大学の同級生には、大西はじめ、渡辺忠之助、三上三治、谷本富がいる。卒業後、同大学院に進学し心理学を専攻する。1891年に、第五高等中学校に赴任、加納次五郎が、同校の校長だった時期と重なっている。在職中に、 文部省留学生に認じられ、1893年から97年までヨーロッパへ留学する。ドイツに2年間、フランスに1年間、イギリスに2ヶ月間滞在し、パウルゼンやビュイッソンなどのもとで教育学を学んだ。帰国直後の1898年1月、高等師範学校教授に認じられる。以後、定年を迎える1934年まで奉職。 1929年には救世した三宅米吉の後を受けて第2代の東京文理科大学学長となった。妻は関和藤彦子の妹。日本の教育学史上において第1に体系的な教育学の受立者として第2に西洋教育史学の開拓者として評価されるのが一般的である。第1についてとりわけ明治後半期においてそれまで 支配的だったヘルバルト主義と当時対等しつつあった社会的教育学をいち早く接中した点は大いに評価されるべきものである。東京帝国大学の教育学講師として、また高等師範学校の教授として、数多くの教師や教育学者を育てた。帝大講師時代の教え子として、例えば吉田熊次、小西重奈春山作樹、 林博太郎を挙げることができる。東京講師の出身者は皆、多かれ少なかれ、大勢の教育学に影響を受けていると言える。その体系的な教育学は例えば、篠原スケイチへと、その西洋教育主研究は例えば、梅根悟へと引き継がれていった。ありがとうございます。